ウキウキだぜ。なんと映画好き YouTuber のみじこさんとコラボします。みじこさんにいよいよ登場していただきます。さあ行きましょう。どうも、千葉に初上陸した非常者の賢人みじこでございます。イエーイ、来ました。おお、気になったんですよ、このカープカツ。カープが勝つから、ね、うん、おお、あ、なんか気づけば T シャツもカープ、ゴジラとコラボしたシャツ、いいっすね、かっこいい、かわいい。あれ、千葉県ってことで、はい、マリーンズはコラボしてるの、こういう感じで、こういう感じで、コラボしてないけども、え、してない、してないけども、でも、拠地、確か、うん、マリンスタジオもね、うん、ゴジラ様が壊してくれたんですよね。そんな、あれ、拠地様でね、バーサスメガゴジラでね、ごめんなさい、記憶にないですね。申し訳ない。でも僕はゴジラ大好きですからね。僕もゴジラ大好きですからね。おお、いいじゃないですか。イエーイ、イエーイ、よろしく、よろしくお願いします。ゴジラのね、対談ということなんですが、はい、昭和ゴジラをね、中心に語っていきたいと思います。はい、平成は、平成は、まあ、さておきって感じで、次回また語りますね。次回語りますからね。まあ、いや、ちょっと一気に語っちゃうとね、尺が足りなくなるよ。やる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 よ。まさか見てない、まさか見てないよ。ああ、まだちょっと最近、直近の情報ではない、見てないっていうあのことです、すいません。はい、ゴジラファン公言していて、ゴジラ映画全部見てないって。あー、ごめんなさい。今度みじこさんが物申す系で僕のことを叩くということで、ご了承願います。なんかゴジラを見るなんかきっかけっていうか、なんかそういうのは、それはですね、幼稚園の時に友達がいたんですけど、その友達がめっちゃゴジラ好きで、フィギュアとかソフビとか持ってたんで、メカゴジラとかメカキングギドラとかのソフビを持ってたんで、で一緒にね、ゴジラの映画見に行ったりしたんですよ。それでね、ちょっと逸話なんですけど、ちょっと僕がね、ゴジラの映画見てる時に喋ってたりしたから、その友達に注意されて、ちょっと喋りすぎだよ、映画に集中できないよって言われたりしたんですよ。一時期でもゴジラ熱は他のものに移っちゃった時ありましたけど、でも最近になっていろんな YouTuber の方と交流があって、それでね、やっぱゴジラ好きというね、みじこさんと出会ったこともありまして、それでね、今回ね、コラボするってことも決まりましたんで、それでね、ヤフオクでね、僕ね、情報を得るためにね、DVD をね、初代ゴジラからファイナルウォーズまでの28作品が入った DVD、ディアゴスティーニから出た、あの、東宝特撮映画 DVD コレクションっていうやつの付録についてたものが、28作品が2万8000円で、あの、即決で送料込み、2万8000円で買ったんですよ。1万1000円なんですよ。ちょっと割と高かった。高いっすよね。友達の俺500円で譲ったんだけど。あー、ショック、やられた、悔しいな。まあ、いやでも、まあ元はね、うん、2000円だからね。あー、そっか、元は2000円か。じゃその半額ってことで、まあいいでしょ。まあいいね。プライスダウンしたからいいでしょ。オッケー、オッケー、イエーイ。というわけで、みじこさんは、うん、ところで、あの、ゴジラを好きになったきっかけって何なんですか？僕もね、幼少期ね、はい、やっぱ近所に住んでた女、お姉さんかな、女の子が、はい、遊びに行ったらね、お家に、はい、ゴジラのビデオがあって、はい、で、うん、確か見たのがね、ゴジラ、あの74年のね、メカゴジラですね。あ、74年のメカゴジラ、対メカゴジラ、ちょうどね、はい、キングシーザーと、あの、うん、戦ったよね、あのクライマックスのところ、はいはいはい、あれ見て、うん、ハマっちゃいましたね、あれ。あー、あれからっすね。なるほど、そうか、うん、で、近所に、その近所にもね、うん、同級生の女の子の弟さんがね、うん、これですよ、これ、うん、74年の74年、はい、メカゴジラ、はい、タイメカゴジラ、うん、で、その弟さんがね、はい、ゴジラ好きで、はい、はい、いっぱいね、うん、こういうね、おもちゃ持ってたんでね、うん、それで、一緒に遊んでたりね、して、はい、ゴジラ遊んでた、うん、好きになって、うん、で、初めて映画、いいね、うん、映画が5歳の時で、はい、ゴジラ VS ビオランテだったんだよね。ビオランテ、初がビオランテですね。ああ、そうだったんですか、うん、ビオランテね、やっぱりね、あの作品はね、あのゴジラ
の細胞と人間の細胞と植物の細胞が、ね、合わさってるっていうことでね、まあ、そういうのはね、僕の下の時は分からない、はい、ああ、そうですよね、そうです難しいな難しいですよね、そういう話はね、うん、あれはね、あんま言ったのは覚えてないけど、うん、話は覚えてない、ああ。で、91年にね、はい、キングギロラがあったよね、キングギロラあれは覚えてるね、うん、覚えてる、うん、あ、そうなんだ、へえ、すごいね、うん、やっぱ、ゴジラファン、ね、歴は長いっすね、だずっとそこからもうずっとゴジラ好きなんはい、もう具体的なビューランテだからやっぱ30年ぐらいになるから30年、ゴジラファン歴30年覚えてます。うわ、すごいっすよ、みじこさんあれなんだよね、ファン歴、そうですね、足掛け最近な、なっあ、まあ、いや、あまあ、まあ、いやまあ、5年5年ですか5年かな、うん、ほんとそういえば好きな順位はね、仮面ライダーと戦隊もの、はい、ウルトラマンの次にようやくゴジラあれごめんなさい4番目いやでもゴジラはゴジラ大好き、うん、ゴジラやっぱかっこいいもん、やっぱゴジラってねハマっちゃいます、はい、仮面ライダーも好きですけどゴジラも好きです。じゃあまずね、ゴジラ、ミニラ、ガバラ、オール怪獣大進撃、1969年12月20日公開のこの作品をね、ちょっとストーリーだけ簡単に説明しますとね、鍵っ子少年、イチロー君がね、夢の中でね、怪獣の島に行ってね、自分とほぼ同じ背丈の喋るミニラに出会うんですよ。で、そのミニラとイチロー君はね、ゴジラがいろんな怪獣と戦っているのを目撃して、で、ミニラも、いじめっ子怪獣ガバラに戦いを挑んでいくっていうそういう話なんですよね。そうですね、はい、まあ夢を見てね、はい、成長するっていう、ね、そうですね、うん、そうですね、成長する物語です、うん、そう夢を見て、ね、そうそう、簡単に言うとそういうことです。イチロー君がね、鍵っ子少年でね、うん、僕もね、鍵っ子少年だったんですよ、小学生の頃ね、だから感情移入しちゃいましたよ、やっぱり、はい、そうなんですよ、だからね、あとね、これは第1回東宝チャンピオン祭りの作品ですよね。はい、送信劇がね、はい、おめのかね、ヒットしたから、はい、それでやろうってなったんですね、うんうん、やろうってなったってことでね、うん、はい、ここが原動力になって、怪獣送信劇が原動力になって、このオール怪獣大進撃になったってことですね、次に、そういうことですよ。で、10年以上続いたよね。10年以上続いた、うんうん、80年の、はい、モスラ大ゴジラもね、はい、そういうことなんですね。だからモスラ対ゴジラとあと同時上映でね、はい、ドラえもんののび太の恐竜が一緒に上映されて、はいはい、でそっからなんか、うん、ドラえもんがそれチャンピオン祭りのね、種類を引き継いでいくっていう感じに。ああそうだったんですか、うん、いや知らなかった、それは東宝チャンピオン祭り、あそうです、ブルーの特典で載ってた、あブルーの特典で入ってました、はい、あそうなんですね、このオール怪獣のね、オール怪獣大進撃のブルーレイ特典で、はいはい、ただね、ディアゴスティーニがねやねその順番ないや悔しい悔しいぜというわけで、ただね、この作品ちょっとね、僕的にマイナスポイントっていうほどではないけど、ちょっと言っとくと、流用が多いんですよね、ちょっと今までの作品の流用が多くて、何回も大決闘と、はい、ゴジラの息子と、はい、らしいんですよね、はいはい、そうそれなんですよ、はい、キングギドラは出たもんね、はい、キングギドラはね出てこない、うん、そうでもやっぱりね、その対決シーンもやっぱ最初は東宝チャンピオン祭りってことは子供向けなんで、うん、やっぱりそこはね、そういう流れになったのも仕方ないかなとは思いますけどね、まあ、はい、最初見た時はね、流用ばっかで、ね、なんじゃこりゃと思いましたふざけんな大人になってみるとちょっとそういうところありますよね、そう、二十歳過ぎてから見たからなおさらね、そうだよね、そうか、でもね、まあストーリーはね、夢の中ってことなんで、まあ、整合性は取れてるかなとは思うんですけども、うん、銀行強盗がね、出てくるんですよね、そう、ギャングね、ギャングがね、ギャングが出てきて、そのね、ギャングたちをやっつけるっていうのが少年の役回りなんですよね、うん、ガバラがね、うん、最初、うん、いじめっ子の、うん、なんか
メタファーというか、うん、いじめっ子だったよね、ガワラ。はいはいはい。それがだんだん銀行ごとになっていくっていう、ね。そう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 。うん、それでやっつけていく。ああ、そうですよね。確かに僕的にはそのいじめっ子をやっつけるのかな、オープニングではなんかいじめっ子をやっつけるんじゃないのかなと思ってたんですが、なんかギャングの方に傾いていったんで、ちょっとそこでは僕もそこ違和感覚えましたね。違和感ですか？違和感ってか、なんか違うかなと思ったんですよ。え、そうなの？うん、だっていじめっ子の方をやっつけるんじゃないのかなと思ったのか。僕は逆によく、よいいなと思ってますね。あ、そうです、そういうまとめ方で。あ、そうか、そういう意見もあるんです。で、ラストね、いざ、はい、いざいじめっ子とね、やり合ったら、はい、全然大したことなかったって。簡単にやっつけちゃったみたいな。あ、そっかそっか。あ、簡単すぎてまとめないで、ちょっとあのギャングを挟んできたところがやっぱポイントですよね。考えてみればそうかもしれないです。僕は浅はかでした、申し訳ないです。はい、というわけでね、もうこのミイラが喋るということだけで僕はね、もう本当お祭り状態で、もう奥さんと一緒に大爆笑してましたよそうなんですよ。あとね、このミイラの中にはね、誰が入ってるんですかね、これ分かります？あれ、スタッフルに出てた小人のまーちゃんだ。あ、小人のまーちゃん。あ、そうなんですね。あ、まあ、なんか見たこと、あの、スタッフローデで見た記憶はあるんですけど、なんか日劇でパフォーマンスしてた人らしいです、ね。はい、あ、そうなんですか。へえ、すごいですね、うん。そうなんですね。日劇、小人のまーちゃんだそうですよ。ミニアに入ってたのは小人のまーちゃん。はい。ここに字幕入れておきます。はい。入れる。そのギャングをね、やっつけるってところはね、ホームアローンの、ね、あの元祖。日本版ホームアローンって感じですよね。はい、うん、この、うん、映画、うん、面白かった。面白かったっちゃ面白かったですね。ミイラが喋るってところだけはもうそこでポイントが上がりましたね、ぐんとね、うん、はい。でガバラも、新怪獣ガバラも活躍がね、もうね、ゴジラにね、投げ飛ばされたりするところとか、うん、すごくね、見てて爽快感がありました。はい、そんな感じですね。あとシーソーですね、飛ばされ、はい、飛ばされるって。シーソーで飛ばされる。ああ、ミイラが落っこちて、はい、でシーソーになってボワーンと、はい、ああ、そこはちょっと覚えてない、覚えてないなんじゃこれと思ってね。ああ、そうなんですか。これマースの方だなと思ったけどね、うん、最近繰り返し見るようになったからね、うんうん、なんか最後だから、いや、だからイチロー少年がね、うん、最後に、うん、一人でも大丈夫だってお母さんとこでお母さんに言うシーンがあるって、お母さんが泣いてるシーンがあるじゃないですか。はい、あれで、あの、あそこでちょっと絶対泣くんですけど。泣きます。ああ、すごい泣いちゃうんだって。山本秀夫さんがね、うんうん、いいこと言うんですよね。あれ、監督さんがね、なんか、はい、子供温かく見舞ってるような映画だなって思いましたね。ああ、温かい映画ですね、うん、やっぱりね、うん、あの山本秀夫さんのね、演じてたキャラがでも、うん、本田静夫さんの自身がね、うん、自身のキャラクターになってますから、ね、ああ、そうか、演じたキャラがね、はい、もう心の中が投影されてるんですね、そこのキャラクターにね、うん、はい、そう、そんな感じですね、はい、はい、というわけです、はい、はい、続きまして、はい、地球攻撃命令ゴジラ対ガイガンを語っていきます。はい、1972年公開の映画です。何月何日かはここに字幕入れておくんでね、はい、すいません、はい、東宝チャンピオン祭り、ね、はい、ですね。ストーリーはね、売れない漫画家がね、マネージャーの紹介で、ひしみゆり子さん、ね、そうそう、ひしみゆり子さん、マネージャー、はい、シミママモンって言われますけどね。そう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 、ウルトラセブンのね、アンヌ隊員。そう、アンヌ隊員。そうなんですよ、はい、だからね、ずいぶん変わったなと思いましたね、はい、風貌が変わりましたね、髪型が全然変わったし、うん、あ、やっぱセブンから結構経ってんですか、うん、結構経ってますよね。だって1967年とかそれぐらいですもんね、あのセブンがね、はい、だから大体、あ、5年か、5年ぐらい経ってます。清水ゆり子さん演じるマネージャーの紹介で世界子供ランドにその漫画がね、採用されたわけです。子供ランドではね、少年に毛が生えたようなね、会長とね、あのヒゲメガネのね、事務局長がね、中心となってね、ゴジラの形をした塔を建設してたのだが、というわけなんですが、うん、まあ、まあね、はい、言うとね、はい、ゴキブリの侵略映画そうですね、ゴキブリ侵略映画ってことで、これ、はい、これは嫌いなんだよゴキブリがもろね、アップするからね確かに
そう、虫ズが走るようなゴキブリ。虫見るとこだってなる。そうですよね。実はゴキブリだったって。でもなんか最後のやっぱああいう地球を侵略するようなものは、うん、大体生き残りやすいあのゴキブリだったりするのかもしれないなみたいなことを最後ね誰かが言ってましたよね。はい。でオープニングでねレーザー照射音がね鳴ってそれで字幕がガーって出るってとこが結構かっこよくて印象的ですね。印象的ですね。はい。ナノビーム。何ビーム？あれナノビームです。あれはあのゴジラ島から出てるビームです。ああ、はい、なるほど。はい。だから、ね、あの音はピーってなって、うん、あの攻撃でねゴジラはねもうどんどんやられてね、うん、やられまくってね。すごい、ね、大変でしたもん。でゴジラとアンギラスがね、はい、漫画の吹き出しで、ね、会話するんですが、うん、ここもね面白いなと思いましたね。主人公が漫画家っていうのがあるんですかね。そうそう、主人公が漫画家だからそういうこともね吹き出しで会話するのがね。海外版ではなんか、はい、あれ、うん、声優を吹き替えてるんですよね。あ、そうなんですか。うん、声優が吹き替えやってるんですか。あ、そうなんだ。吹き替えでやっぱ吹き出しだからね。バカだからね。はい、ああ、そうだよね。あ、そうかそうか。アンギラーとか。面白いですね。それ見てみたいな。見てみたんですけど。はい。僕断片でしか聞けれてなかった。はい、あ、そうなんですか。あ、その DVD は持ってないけども。全然。映像すら見てます。あ、そうですか。そうかそうか。じゃあ、はい、それ見て今度見たら教えてください。詳しく。はい。というわけでね、タッグマッチ方式なんですよね。ついにその2対 2, あの2, 対2の、はい、いよいよね、はい、プロレスになっちゃったね。プロレス、怪獣プロレス。あれはあれでね、まあ、うん、仕方ないかなとは思いつつ、まあ、ヒーロー路線で行ったんで、やっぱりね。あ、アンギラスとか特に。甲羅で当たってた。そう、甲羅アタック。3回ぐらい投げてませんでしたっけ。ああ、そうですね。ゴジラがね。はい。プロレスだね。プロレスですね。そう。ギドラとね、ゴジラのバトルシーン。はい。あ、ここはね、ちょっとね、他の作品の流用が目立ちましたよね。三大怪獣、うん、地球最後の決戦とかね。うん。あと、うん、アンギラスとキングラやるときも送信劇のシーンだったので、ね。はいはいはい。モロ、ね。そうですね。モロ。まあ、子供なんだけど。はい。あ、子供。あそこでしょ。はい。朝と夜の、そう、風景がね、朝と夜でね、全然流用してるのがね、本当に顕著に現れたんですよ。はい、そこもね、ポイントですよね。うん、はい。まあ、多少はね、暗くはしてますけどね。はいはい。そうですよね。うん。あ、ガイガンとギドラの街を破壊しまくるシーンがね、長いこと、もう長かったですね、すごい。あ、そこも流用があったね。ああ、そこもね。サンダタイガエラのとこだったんで。はい。メーサー社出てきてね、はい、相手の森の中に入って、はい、メーサー講座をね、避けるっていうね。サンダタイガイラですか。うん、はいはいはい。見たことは、ああ、ありますが、ちょっとね、そこ記憶がないんですけど。記憶がないです。その最近見てないんで分かんないですけど。ああ、そう。ごめんなさい。しかもね、次のメガロにも出てくるからです。ああ、そうです。進化。ああ、そうなんですね。ああ、そう、流用はやっぱりね、この辺り、70年代は目立ちますね。はい、予算がないからね。あ、まあ、そのノストラダムスの大予言っていうね、幻のあの作品があるんです。キノコ雲流用だったんです。あ、キノコ雲。はいはいはい。キノコ雲はあれ違かったですかね。確かそうだったと思うんですよね。あ、そう。はい、丹波哲郎さんが出てくるやつよね。まあ、詳しく言うとこの東方全怪獣図鑑っていうのがあって、はい、その中でノストラダムスの大予言、この作品は取り上げられたんですよ。ですが、はい、でもあのやっぱり調べてみると DVD は出てないんですよね。はい。あと獣人雪男も出てないです。はい。見たいんですよ、ね。あれ見たいですよね。はい。なんで封印しちゃったの。なんで封印しちゃったかね。まあ、はい、知っていけど。はい。ああ、そうか。でゴジラとアンギラスの流血シーンが痛そうでしたね。はい。うん、これは痛かったですよ。みんな突っ込むんだろうね。ガイガーでベーガーってやったら。そう。なんで突っ込むの。そこになんで突っ込むの。ガーってね。もう M って言ってんだっけ。M かな。その性格。アンギラスは M なのか、ウーかっていうのは。まあ、それはさとき。ね、
ゴジラはね、肩から出血、アンギラさんは目から出血ですからね。円谷さんはね、亡くなった途端にね、流血事業をさせるっていう。円谷さんはね、もう、怪獣には流血事業させたい、させなきゃいけない。もう、ダメージでやってたんですけどね。はいはい。もう亡くなった途端ですよね。はいはい。ああ、そうか。流血事業をさせる。ああ、かわいそう。それはかわいそう。かわいそうだ。でも終盤でね、ゴジラの塔にね、爆破セットした時にね、漫画の絵を貼り付けたの。あれはね、洒落た演出でしたよね。はい。エレベーターでガーって上がってって、そこでなんかドア開いたら、銃構えてる絵があって、そこで爆薬が後ろにセットされて、で撃つとバーンって爆発するってね。そう、あれは面白かった。面白かったですよね。よくかかったな。引っかかりやがったな。そしてみんなゴキブリになってしまう。会長とね、うん、見たことない。事務局長、鳥肌立つ、鳥肌立つ。そんな感じです。はい、あれはカットしていいよ。うん、確かに。うん、面白い作品なんでね、これも見ていただきたい作品であります。はい、まあ、どこを流用したかっていうのもね、見つけるのもね、楽しいよね。楽しいですね。はい、確かに、どこに理由が隠されてるか、そこは、あなたが目撃者です。はい、というわけでね、ゴジラについてね、熱く語りましたね。はい。楽しかったですわ。楽しかったです。ありがとうございます。はい。またやりましょうね。よろしくお願いします。またやりましょう。ぜひぜひ。はい。あ、ガーサス。ガーサス。平成シリーズ。ミレニアムシリーズ。あと、しんちゃんもね。しんちゃん、ゴジラ、シンゴジラ、そうですね、シンゴジラちゃんをね、やりましょう。まあ、はい、そうだもん、もしできたらね、ウルトラマンとかやりたいですね。ウルトラマンとかやりたいですね。はい、はい、カメラとかもね。そうそうそう、語っていきたいですね。ぜひぜひ、やっていきましょうよ。毎年、はい、毎年やっていきましょう。はい、そんな感じでね、はい、はい、楽しく話していきましたが、はい、はい、今回動画気に入っていただけたらね、チャンネル登録、お互いのチャンネル登録、みじこチャンネルとたかチャンネルの、はい、チャンネル登録、そして評価、コメントね、お待ちしてますんでね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、コラボ動画でした。はい、はい、グッバイ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 。